衝突電離の概念図衝突電離とは、半導体や絶縁体に高電解を印加した場合に、電子やホールのキャリアが材質を構成する原子もしくは、分子に衝突し、温化させると同時に、複数のキャリアを作り出す現象。衝突電離が生じるには十分な運動エネルギーが必要であるため、高い電解が必要である。この衝突電離が生じて増加したキャリアが、 さらに衝突電流を引き起こすと、正のフィードバックが働きアバランシェブレイクダウンが発生する。高抵抗の材質でこのアバランシェブレイクダウンが発生し、低抵抗のフィラメント上の領域ができることを電流フィラメントと呼ぶ。通常、半導体中の電子は電圧の因果により、低電圧側から高電圧側に移動する。電解が小さい場合は、 十分な速度まで加速される前に、半導体を構成する分子や原子に衝突するため、衝突と衝突の間の緩和時間も長く、正のフィードバックが生じにくい。電解強度を上げると、電子の運動エネルギーも高くなり、緩和時間も短くなるため、衝突電離は生じやすくなる。この衝突電離で生じた電子は、電解で加速され、運動エネルギーが高い状態になる。これを、 ホットエレクトロンという。この衝突電離が生じると、キャリアの量が増大するため、電流は急激に増加する。これを利用した素子が、アバランシェダイオードや、アバランシェ、光、ダイオードである。その一方で、特にギャズのメズフェットやヘムト等の、電解効果トランジスタでは、衝突電離で生じたホールの流出先が存在しない、ため、単純な電流増幅だけでなく、 蓄積されたホールによるポテンシャルの変動による不安定現象が発生する。衝突電離は半導体のキャリアの生成、再結合の過程の一つであり、高電圧時の半導体物理を理解するには必須な項目である。衝突電離の名称では呼ぶことはないが、放電も電離が電動に関連しており、現象としてはよく似たものである。ありがとうございます。